ここからはオフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介しております。今回のシリーズは今は亡きあの人へ伝えたい言葉です。今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトは、人と人の温かいつながりや人の優しい心を多くの人に伝えていこうとの思いからスタートしました。全国から寄せられたたくさんのお手紙の中から毎日1話ずつご紹介していきます。本日ご紹介させていただくのは、神奈川県の59歳女性のお手紙です。ごめんなさい、ありがとう。お母さん、あなたが旅立って5年の月日が流れました。病院から自宅に戻り、座敷で厳かに湯灌が行われました。そこに静かに横たわるあなたは、今にも眠りから覚めそうな穏やかな表情をしていました。私は思わず頬に触れてみました。手に伝わる冷たさを除けば、普段のお母さんと何の変わりもありませんでした。お父さんと二人、湯水で拭き清めました。亡くなる数ヶ月前、新幹線を乗り継ぎお見舞いに行った日のことを覚えていますか。あの時、これが最後の面会になるのではと胸が締め付けられました。不謹慎だとは思いましたが、目の前にいるあなたのぬくもりをこの手に感じておきたいと思いました。私は還暦近くなるというのに、まだ自分の本心を母親に打ち明けられず、距離を置いてしまう成長しない娘でした。何事にも意欲的で気高さ漂うあなたの姿は、引っ込み思案で消極的な私にとってはあまりにも眩しく近寄りがたい存在だったのです。病室で、今日はシャワーの日なの？と胸の内を悟られないように、私はあえて明るく聞いてみました。昨日だったよという返事に、体を軽く拭かせてくれる？とためらわずに言葉が出ました。あなたは少し微笑んでうなずいてくれましたが、心を見透かされているようで、実は動揺していたんですよ。洗面所とベッドを往復しながら、これは自己満足なのか、それとも親孝行なのか、自問自答。そしてこんな形で母親との触れ合いを持とうとした自分が、情けなくもなりました。湯灌という厳粛な時の流れの中で、再びお母さんと対面していると、少しずつ穏やかになっていく自分を感じました。そして初めて心置きなくあなたと会話する娘としての自分の姿が、そこにあったような気がします。亡くなってもなお私を見守るお母さんの存在を感じ、胸が熱くなりました。振り返れば、湯灌という儀式は私の厄介な性格までもきれいに洗い清めてくれたのかもしれません。あれから5年、妙な話ですが、年を重ねるごとに母娘の絆が深まっているように思えます。今更ですが、いえ、今だからこそお母さんに伝えたい。素直な娘でなくてごめんなさいね。そしていつもそばにいてくれてありがとうございます。おかげさまで主人や子供たち、そしてお母さんのひ孫たち、みんな幸せに暮らしていますよ。本日の内容は
オフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また本日ご紹介したお手紙が収められている本、今は亡きあの人に伝えたい言葉3、2012年版をプレゼントさせていただきます。そして皆様からの質問やご意見、ご感想も募集しています。本ご希望の方、またはご感想ご質問などは、住所氏名をお書きの上、メールの場合は info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスの場合は074224-8422 074224-8422、 郵便の場合は郵便番号 630-8334 奈良市西野信也町43、奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは074224-8415 074224-8415、奈良 .fm へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。